これまでに人人人間の外見を持つ北欧型宇宇宙宙や知識豊富な宇宙人などたくさんの宇宙人を紹介してきましたそして視聴者から「爬虫類型宇宙人についても知りたい」というコメントがあったので今日はそのご要望にお答えしたいと思います。多くの方もご存知かもしれませんが「爬虫類型宇宙人のインタビュー」としても知られる「ラセルタファイルで」である女性の「爬虫類型宇宙人が」 地球の発展は爬虫類型宇宙人によって支配されていると語りました。しかし、これはシナマー氏が記した爬虫類型宇宙人と地球人の発展の歴史とは別のものでした。どれが真実で、どれが偽りなのかはこの後のお話を聞いて、皆さんご自身で判断してください。<music>